端末、端末、端末、ターミナルとは、端末あるいは、ターミナルという用語、表現は、通信の歴史で、二つの意味で用いられてきた歴史がある。一つは、通信の中継機器、集約機器、分配機器などとの対比で用いられている用語、用法であり、回線やネットワークの末端に接続され、他の機器と通信を行う主体となる機器のことである。 もう一つの用法は、情報機器の一種を指すための用法で、通信回線などを通じて、他のコンピュータなどに接続し、もっぱら情報の入力や、表示などをする機器のことである。端末ターミナルという用語、表現は、通信の中継機器、集約機器、分配機器などとの対比で用いられている用語、用法で、回線やネットワークの末端に接続され、 他の機器と通信を行う主体となる機器を指すためにも用いられているが具体例としては例えば次のようなものがあるあくまで例端末にはユーザーオペレーターがデータをコンピュータに入出力するのに使う機器ハードウェアを指す用法もあるしかもコンピュータの歴史ではこちらの用法の方が伝統的古くから盛んに用いられてきた用法であるこの意味の 端末には電子式のものも電気機械式のものもある。コンピュータを使うためのユーザーインターフェース機能を備える。端末装置とも呼ぶ。この意味の端末は通常はその機能がデータの表示と入力に限定されている。つまりそれ単体ではデータ処理のプログラミングはできない。プログラミングが可能であるような特別な端末はインテリジェント端末。 または、新クライアントと呼んで区別する。なお、パーソナルコンピュータ、PC が登場、普及してからは、PC 上で端末のエミュレータを動作させることができるようになり、PC 上でローカルなプログラミングと遠隔地にあるストシステムへのアクセスを同時に動作させることも可能となった。汎用機では、本体はあくまで計算機室に設置され、個々の利用者は、 通信回線を通じてテレタイプ端末やビデオ表示端末を接続し、そこで本体からは離れた状態でイコールリモート処理の指示、命令を入力した。制御用ミニコンピュータでも制御する対象機器と一緒に端末が置かれはしたが、本体と端末が別にあるという仕組みは同じであった。また初期の汎用機 TSS が普及する前では、 パンチカードリーダーが入力端末として広く用いられた。その他汎用機では本体に直接接続される高速プリンタを持つのが普通であるが、これらも端末装置の一種と考えられる。大型のコンピュータ、汎用機あるいはメインフレームやミニコンピュータに直結され、運用、運転目的で操作をするための装置で、コンピュータコンソールあるいはターンに、コンソールともい、 かつては、汎用機の運用制御をハードウェアにより言っていたため、各機能専用のスイッチや表示等を配列した操作タク、コンソールとデータ入力、記録用のテレタイプ端末が用いられた。後に、大半の運用制御をオペレーティングシステムなどとの対話処理で行えるようになると、CRT ディスプレイを用いたビデオ表示端末を内蔵したコンソールも使われるようになった。 今日のユニックスサーバーなどでは、通常のビデオ表示端末上の仮想端末、口述でコンソール機能を実現していることが多い。初期の端末は、本来は電信に使われた機器である AS、ASR-33、右写真のような電気機械式のテレタイプ端末、T であった。その後、DEG のディークライターのようなプリンタで印字する、専用端末が通した。しかし、 プリンタで印字する速度に制限されること、対話的な利用ではプリンタで記録を残す必要性が低いことからあまり普及しなかった端末を使用しないバッジ処理が主流だった。1970年代初め頃、パンチカードの代わりにすでに利用可能となっていたビデオ表示端末を使うことでより対話的な新たなコンピュータの利用法が可能になることが分かってきた。 ブラウン管の速度で情報を表示することも一つの挑戦であり、その制御には集積回路以前の電子回路がそれなりの規模で必要であった。ある企業は1万5000ドルでビデオ表示端末を発売する計画を発表して大量の注文を受けたが自前の集積回路を製作するという計画であることが明らかとなり、あまりにも野心的であったために中止された。 別のアプローチとして、テクトラーニックスが開発したストレージ管という特殊なブラウン管を使う方法があった。これは書き込んだ情報をリフレッシュすることなく保持するものである。初期のビデオ表示端末は CPU はなく個別の論理回路を使っている。マイクロプロセッサが開発された動機の一つは端末に必要な電子回路を単純化し部品点数を減らすことであった。 多くの端末はメインフレームに接続され、緑色か琥珀色のスクリーンのものが多かった。通常、コンピュータとの通信はシリアル通信であり、シリアルポートを使うことが多い。IBM のシステムでは同軸ケーブルで接続し、SNA プロトコルで通信するものがあった。その後、DEC 製の VT52 や VT100 などが登場した。これらは当時は、 インテリジェント端末と呼ばれ、今でもソフトウェアでエミュレートされて使われている。これらがインテリジェントと呼ばれたのはエスケープシーケンスを解釈してカーソルの位置や表示の制御を行ったためである。VT100 以外で有名な端末としては IBM 3270、WISE の様々な機種、WISE 60はベストセラーとなったテクトラーニックス4014などがある。 1970年代末から1980年代、はじめ DC、WISE、t e r a v i i o HP、IBM、リア、シーグラー、ヒースなど様々な企業が端末を製造したが、これらの多くはコマンドシーケンスに互換性がなかった。初期の IBMPC にはグリーンディスプレイが付属していたが、これは端末ではない。PC に付属するディスプレイは、 文字生成ハードウェアを持たず、PC 内のディスプレイカードで生成されたビデオ号を表示しているに過ぎない。それでも PC 本体で端末ソフトを動作させてメインフレームと接続すれば端末をエミュレートすることができる。このため端末の市場は PC に圧迫されてどんどん縮小していった。今日、PC 上のテルネットクライアントの多くは最も典型的な端末である。 DC, VT100 のエミュレーションを提供している。テキスト端末とは、テキスト、文字列の入力と表示を行う入出力機器である。キャラクター端末とも呼ばれる。情報は事前に選択した形状の文字の並びとして、表示される。その表示に、ブラウン缶のようなビデオ表示を使う場合、ビデオ表示端末、VDT と呼ぶ。本来、テキスト端末は、 端末装置としてコンピュータにシリアルポートで接続されていたが、その後デスクトップ型のコンピュータではコンソールが組み込みとなり、グラフィカルなデスクトップ環境で動作する端末エミュレータが使われるようになった。グラフィカルなディスプレイがテキスト端末を一掃することはなく、コマンド行インタフェースやテキストユーザーインタフェースに適した方式として生き残っている。多くのプログラミング言語は、 標準入出力としてテキストの入出力をサポートしている。コンソールはコンピュータを操作するのに使われるテキスト端末である。デスクトップ型のコンピュータであれば本体に備わっているキーボードとディスプレイがコンソールの役目を果たす。Linux や f r e e b u s d などのユニックス系オペレーティングシステムには一つのコンピュータ上で複数のテキスト端末を提供する。 仮想コンソール機能がある。端末エミュレータは、グラフィカルな Windows システム内で動作するプログラムで、Windows 上でテキスト端末を利用できる。これにより、GUI とテキスト端末は共存している。主な端末エミュレータとしては、Win32 コンソールや TheTerm がある。ユニックス系オペレーティングシステムでは、疑似端末に接続される。 モデムと共に使用することを前提とした特殊な端末エミュレータも存在する。例えば、SSH クライアントなどもな端末エミュレータである。テキスト端末で動作するアプリケーションとしては、まず、コマンドラインインタプリタあるいはシェルがある。これらは、コマンドプロンプトを表示して、ユーザーにコマンド入力を促し、ユーザーがコマンドを入力する際には最後に Enter、キーを謳歌する。 シェルでは、そのコマンドの多くは、それぞれがアプリケーションである。また、テキストエディタも重要なアプリケーションの種類である。ディスプレイ全体を使い、テキストを表示し、ユーザーがそれを編集できるようにしてある。ワープロソフトももともとは、テキスト端末で利用可能だったが、ウィジーウィグ化とともに、GUI が必須になっていった。テルネットや SSH は、 遠隔のサービスと接続してローカルな端末から操作を可能にする。最も単純な形態ではテキスト端末はファイルのようなものである。ファイルへの書き込みが表示されファイルからの読み込みがユーザー入力を読み取ることになる。ユニックス系オペレーティングシステムではテキスト端末に対応したキャラクタースペシャルファイルが存在する。他に特殊なエスケープシーケンスや 制御文字があり、プログラムから使えるコディセイチシステムコールがある。ムカーなどのライブラリーから使うのが最も容易である。さらにアイオドルシステムコールを使って端末固有の操作が可能である。アプリケーションから端末を使う最も簡単な方法は単にテキスト文字列を逐字的に読み書きすることである。出力したテキストはスクロールしていくので、 最近出力した部分通常24行だけが見えている。UNIX では通常入力テキストはエンターキーが謳歌されるまでは付加されるのでアプリケーションが読み取るテキストは文字列として完全なになっている。このような使い方の場合アプリケーションが端末について詳しく知る必要はない。多くの対話型アプリケーションではこれでは不十分である。 典型的強化としては、コマンド行編集、レッドラインなどのライブラリーを使うがある。また、同時に、コマンド履歴にアクセスできるようにする場合もある。これらは、対話型コマンドラインインタプリタでよく使われる。さらに対話的なものとして、フルスクリーン型のアプリケーションがある。この場合は、アプリケーションが全体の表示を完全に制御する。また、 キーオーカにも即座に反応するエンターキーオーカまでバッファリングすることはないテキストエディタファイルマネージャーウェブブラウザなどがこのモードを使うさらにテキスト表示の際の色や輝度も制御できアンダーラインをつけたり点滅させたり形線素片などの特殊な文字を表示させたりすることも可能であるこれらを実現するにはアプリケーションが 通常のテキスト文字列だけでなく、制御文字やエスケープシーケンスを扱う必要がある。それによって、カーソルを特定の位置に移動させたり、特定位置の文字を消去したり、色を変えたり、特殊な文字を表示させたり、ファンクションキーに応答したりといったことが可能になる。ここで問題になるのは、端末や端末エミュレータが各種存在することで、 それぞれが自前のエスケープシーケンスを持っている。このため、特別なライブラリー、カーススなどが作成され、端末データベース、タームキャップやターマンホーと共に作用して、端末の違いを吸収する役目を果たす。ダム端末という用語は、その文脈によって様々な意味で使われる。r s 三十二で接続する端末についての文脈では、ダム端末とは、 解釈できる制御文字が CR、LF などに限られている端末を言う。ダム端末はエスケープシーケンスを解釈できないため、行の消去、画面の消去、カーソル位置制御といったことができない。つまり、ダム端末はテレタイプ端末と同程度のことしかできない。ユニックス系システムではこのようなダム端末が今でもサポートされており、環境変数タームを ダムと設定することでダム端末と認識する。インテリジェント端末はこの文脈ではダム端末でないテキスト端末を意味する。より広い意味ではキーボードとビデオ表示装置やプリンターを備えた装置で RS-232 接続でホストシステムと通信しローカルにデータを処理したりプログラムを実行したりしないものを全て無端末と呼ぶことがある。この意味では パーソナルコンピュータもディスクレスワークステーションもシンクライアントも X 端末もダム端末と言える。また、モノクロのテキスト表示しかできない端末装置をダム端末と呼ぶこともある。さらにキーボードから入力された文字を1文字ずつホストに送信する端末装置をダム端末と呼ぶこともある。グラフィック端末はテキストだけでなく画像を表示できる。 グラフィック端末はさらに、ベクターモード端末とラスターモード端末に分類される。ベクターモード端末は、ホストコンピュータの制御により、直接、ブラウン管に直線などを描画する。通常の操作式のブラウン管と異なり、オシロスコープのような仕組みになっている。そのため線は、連続的に描画されるが、描画された線が残っている時間と描画速度との、 兼ね合いで同時に表示できる線の本数、あるいは長さの総計は限られている。ベクターモード端末は歴史的には重要な意味を持つが、現在では使われていない。現代のグラフィック端末は全てラスターモードであり、テレビのように操作によって画像を描画し、ピクセルが格子状に並んでいる。人間の目に画像として認識されるようにするには、高速に、 ラスタースキャンする必要がある。このため、ラスターモードのグラフィックディスプレイは、歴史的には、登場が遅く、しかも当初は、非常に高価だった。今日の端末はグラフィカルなものがほとんどであり、画像を表示することができる。また、カラー表示できるものが多く、テキストも実際には、画像として表示している。タイムシェアリングシステムの出現以降、 対話処理を行うための端末としてよく用いられるものの例を示す。大型のコンピュータに対する処理だけでなく、それ自体でテキストデータ編集や印字など各種機能を処理できる端末。フロッピーディスクは当初この種の端末に内蔵する補助記憶装置として買い外れた。1980年代以降はパーソナルコンピュータなどで実現可能となった。 銀行の ATM、現金自動預け払い機、CD、現金自動支払い機、販売店のポス端末、レストランでウェーターが使用するハンディターミナルなども端末の一種である。一台のコンピュータで複数の端末としての機能を持たせるもの。また、端末と同様の機能を実現するソフトウェア。この場合、コンピュータ本体にビデオ表示機能を組み込んである。 ワークステーション、パーソナルコンピュータ、PC や PC サーバーで用いられる。端末エミュレータ。コンビニエンスストアに置かれている端末、MMS と略されることが多い。別名、マルチメディアキオスク。ビデオ表示端末、VDT は、ブラウン管や液晶などのビデオディスプレイを表示に用いる端末である。もともとは、 テレタイプ端末のような機械式端末に対して用いられた用語である。労働衛生管理で端末作業について言及する場合、VDT の略称が多く用いられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。